おはようございます。おはようございます。まあ何個かこうミスはあったけど、まあそれもこう前に向かうミスでだったし、まあ縦パスとかでミスるのはまあ誰しもあることだし、まああれをチャレンジする姿勢はこうこのまま続けてほしいし。まあ、その中で、あ、これは無理だなってなるような判断材料を持っておくっていうのも、まあ、これから経験していけばいずれ分かるようになってくるんで、よく頑張りました。ありがとうございます。すいません。いや、似てると思うよ、俺はね、勝手に。でも俺の時より能力高いと思う。いや、俺はその多分1000円ぐらい飛べて足も速かったけど、だから能力頼みだった。だから俺は怪我して初めて考えてプレーしないとなっていうのが2年目終わったぐらいだから、まあ、それで頭使うようになったけど、こいつはね、怪我する前にそういうのをね、頭使ってできるようになればより成長できるし、俺は羨ましいなと思うけど、まあ、教えないけど羨ましいから盗みます。いや、めちゃくちゃいただきます。やっぱ今の話も一通り全部聞いたことありますし、こう頭をもっと使わないといけないよっていうのは日々言われているので、まあ、そういうところはこうテル君をやっぱ練習で見て、まあ、少しずつ自分のものにしていきたいなっていう、そういう思いはあります。でも本当にサッカーでもサッカー以外でも優しくしていただいているので、まあ、この関係をずっと続けていきたいなと自分は思っております。嫌です。嫌ことはない。